ボート V-143V-143 の原型となった V-141 ボート V-143 はチャンスボートが開発した試作戦闘機。1935年にノースロップ社は戦闘機 XFT を元に引き込み式主客を採用した戦闘機 3A を開発したがノースロップ 3A はセバスキー P-35 との競争に敗れた。 チャンスボートは、ノースロップ 3A を V-141 として買い取り、戦闘機 V-143 を開発した。1937年に、アメリカ陸軍に売り込むため、設計がやり直された。この時、プラットホイット 2R-1535 を搭載し、さらに戦闘機としての操作性を高めるため、胴体の延長と SB 入微ンディケーターを参考に、 ビブの変更がなされている。しかし、アメリカ陸軍はこれを採用しなかったため、長胴型の試作機1機が1937年に研究機として日本へ輸出された。日本に輸入された V-143 は大日本帝国陸軍と大日本帝国海軍によって試験が行われ、 格闘性能は96式艦上戦闘機や97式戦闘機に劣るとされたが、部分的な構造は後の機体の参考とされた。海軍における略符号はアクス部。第二次世界大戦の終結後、零式艦上戦闘機が闘機のコピーであるという主張が広められた。1942年にアリューシャンで旅客した零式艦上戦闘機を ボートの元エンジニアが一目見てほとんど同じ戦闘機であると述べた。しかし、調査が進むにつれ、この二つの戦闘機は機体仮面を除いて類似点がなく、零式艦上戦闘機は V-143 より1000ポンドも重く、主翼や尾翼のデザインも異なる上、寸法が一回り大きかった。しかしながら、 1937年7月に17万5000ドルで日本に購入された際に V-143 の引き込み式主客の構造やその他の偽装は0式艦上戦闘機、97式艦上攻撃機、1式戦闘機の設計に影響を与えたとされている。ありがとうございます。